がね、このね、この長さはず、穴ハゼがいるんだって。ヒロっつって。めっちゃ曲がってんだけど。何し突然、でかいの食うからね、ユナゼット。でかいの食うですか？ただ、あげれか。俺は35センチの、そいつった時は、こっからですか？おりゅう本当に釣れんだな。ブラックリつけねえね。あ、ブラックリにね、このこっから落とす、下まで落とす。ああ、寒い。お茶しや。あら。バレだ。餌取られたかな。よし。あれ、取られてな。なんだよ。これ、辛いな、この竿だと。でも今日はなんと穴行きは持ってきませんでしたみたいなね。うわ寒い。うわつれつれ。よし。あらなんだよ釣れねえな。かがり悪いな。すんごい寒い。釣れた。リュウグハゼちゃん、これをね今日は大量に釣ってきますよ。今日はねこのリュウグウハゼをね大量に釣ってきますよ。はい、そして冷凍させて船とかに持ってこう。今日は寒いのでリュウグウハゼの動画にします。釣れる爆鳥だよ爆鳥。餌ちっちゃくしろ、餌ちっちゃくしろ。おお、何回も使えるぞこの餌。もう車の上に入りたい。ダメだよ。あ、これだ。ダメだよ。10匹っつらないと入れないからね。10匹、あれ聞こえた。10匹、ノルマ10匹。つらつら。おもしれ、面白い。天才だねこの釣りを考えた人。あと7匹。おもでおもでおもで、でかでかでか、20センチぐらい釣れたぞ。あの6匹爆笑だって。あと6匹めっちゃ曲がってんだけど、何してんの。え、何も来てないよ。上がってこないよ。うん、何もいないよ。
上がってこないんですか。上がってこない？引っかかってるだけじゃねえってか。引っかかってるだけじゃないの？上げてみろ。何やってんだよ。あ、木。木、木、木。でっけ木、でっけ木。こっから出しちゃダメだよじゃ。これから出さないでこれ。いや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 。しかも長いし超長いし、ゴムゴム。いやいや。あ、帰れない。釣れるわけねえべじゃこんな釣れるのこんな道路に開いてる穴こんなんから釣れんの。そして釣り人はヒロです。いいよ、あの充電3パーしかないからね、一発で決めてね。動かしすぎだって。来たの、なんか、あった、で来ました、リュウグウハゼンこの穴から出てきました。面白いねこういう釣りね。お疲れ様でした。めちゃめちゃ雪が降ってきたんで今日は撤収します。今年一発目の兆候はヒロの藤岡ヒロシみたいな頭になってますよ。ボンボンヒロのアイナメ35センチ、はい、とあとリュウグハゼ20匹、今度はあのリュウグハゼでわらしべ長者やりましょう。はいって感じで、
最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは帰ります。しかし吹雪になってなじゃあね、バイバイ。あ、お父さん、さよなら。お父さん、いやいや俺は35センチのそいつったときは、ここから